ウクライナ軍が3倍返し、両両失失。うごとにロシア軍軍は3両損失ウクライナ軍の昨年夏の攻勢は多くの損失を伴うものだったウクライナの南部と東部の3つの軸に沿ってそれぞれ16キロほど前進する際ウクライナ軍の旅団は数千人の経験豊かな兵士と保有するものの中で最高ランクの装甲車両を数百両失った。 だが特筆すべき点として過去の例に反してウクライナ軍はロシア軍にほぼ同等の損失を与えた開けた土地で敵の陣地を攻撃する場合攻撃側は防衛側の数倍の損失を被ると歴史家は考えているウクライナ軍が昨年夏に被ったのと同じだけの損失をロシア軍に与えたことは注目に値する驚きという点では劣るが 同じように注目すべきはウクライナ軍の旅団が攻撃を中止し人員補充のあったロシア軍の連隊に勢いが流れた昨年秋から起こったことだロシア軍は冬の攻勢でウクライナ軍の3倍近い重装備を失いおそらく少なくとも3倍の兵士を失っているそしてこれまでのところロシア軍は過去の例に倣うように 攻撃側は典型的な大きな損失を出し、引き換えに少ない陣地を得ている。もっと少ない損失で、ウクライナ軍が昨年夏に獲得した陣地を下回る。数字は嘘をつかない。東部アウジーウカと南部クリンキの周辺で繰り広げられている主に陣地戦の戦闘では、ロシアの野戦軍は月に500両を超える戦車や戦闘車両、 榴弾砲、トララックを失失っていいるウクライナ軍側の損失はというとう両以下だ車両損失の証拠を得るためにソーシャルメディアをチェックしている独立系オープンソースインテリジェンスサイトオリックスのアナリストによるとロシア軍は昨年12月25日から1月25日までの間に562両の車両を失ったという。 一方、ウクライナ側の損失は196両で3対1の比率でウクライナの方が損失は少ない機動防御を続けることができれば来年までに両軍の装備の数は同じになるそれどころかロシア軍の冬の攻勢が4ヶ月目に突入する中この比率はさらに偏りつつあるオープンソースインテリジェンスアナリストのアンドルパーペチュアが確認した 最近の1日の損失数は状況を表しているパーペチュアは1月25日にウクライナ側で戦車1両を含む車両3両の破壊それから戦車3両を含む車両10両の損傷または放棄があったと指摘した同日ロシア側では3両の戦車を含む車両27両の破壊そして2両の戦車を含む 車両17両の損傷または放棄があったというこれはおよそ4対1の比率でウクライナの方が有利だロシア軍の兵士は容赦なく攻撃を仕掛ける中で問題を抱えていると分かっているロシアの攻勢は春先に頓座東部前線めぐりウクライナ当局者が予測ウクライナ国防省のブダノフ情報総局長は30日 東部前線でのロシアによる攻勢は春先には失敗に終わるとの見通しを示したロシアは昨年秋北東部の前線で攻撃を強化しアブデーフカのような要衝を包囲しようとしたウクライナ軍は反撃を行いつつ積極的な防衛を行っていると表明したブダノフ氏は国営テレビでロシア軍はアブデーフカ近郊といくつかの戦場で わずかな前進を果たしただけと指摘今は敵が動いているそれは終わり我々の動きが始まると思うと述べたウクライナ戦争ロシア勝利の厚欧米の力が低下米議会が動かなければあと数週間で世界は多極化時代にウクライナ戦争はロシア勝利で終結する見通しが強まっている その後の世界秩序は欧米の力が相対的に低下し多極化時代になるであろうウクライナ軍では70歳の老兵14歳の少年兵が確認されているほどの兵員不足に陥っている弾薬装備も枯渇しているジョー・バイデン米政権の軍事支援担当者は今月米議会が動かなければ弾薬が枯渇しあと数週間でロシア軍が勝利すると述べている ウクライナの敗北はウクライナを支援してきた NATO= 北大西洋条約機構とりわけバイデン政権の敗北を意味する米国の一極派遣は終わった米国は900万人とも言われる不法移民の激増に伴う社会の分断と経済の混乱治安悪化に直面している同様に政治的不安定にさらされている欧州の混乱も進むだろう 他方で、戦勝国となるロシアは国力を増大させて国際的な影響力を拡大するであろう拒否の利を得た中国やグローバルサウスの筆頭に立ちロシアと親密な関係にあるインドなどの大陸国の大統を招くだろうこれまで親米的だった中東やアフリカの諸国の間でもサウジのブリックス加盟に見られるように欧米離れが進んでいる。 このような世界的なバランスオブパワーの変化の背景には海洋国優位から大陸国優位へという地政学的要因がある近代西欧文明は新大陸発見以来他の文明世界を植民地化して覇権を維持してきたその優位性の源泉は大砲を搭載した大型艦船に象徴される豊容可能な軍事力にあった 西洋列強の覇権国はスペインポルトガルからオランダ英国米国へと移り変わってきたが海洋植民地帝国として覇権を維持してきた点では一貫しているこれら諸国はまず海外の資源と労働力に富む地域に艦隊を送り込み軍事的に征服して植民地化し得た富を艦隊の護衛のもとに本国に送り返し貿易で多額の富を得る その富をまた海軍力に注ぎ込んで次の植民地開拓に投入するという手法で植民地帝国を築いてきた第二次世界大戦以降世界的覇権国となったのが米国である米ソ冷戦もソ連崩壊に終わり1990年代には世界中が米国型の自由で民主的な市場経済の国になり 新世界秩序がでできると一部では予測されたしかしその予測は当たらず新たな多極化時代が到来している米国は今後内向きになっていくであろう日本は米国依存から脱却し自立しなければならない資源エネルギー食料とも自給率が低く少子化の進む海洋国家の我が日本がどう自立し生き残るかが今問われている 中国は24年米大統領選に介入しない習氏がバイデン氏に約束中国の習近平国家主席が米国のバイデン大統領に対し2024年米大統領選に中国は介入しないと告げていたことが31日までに分かった昨年11月両首脳が会談した際に伝えたという先週には中国外相もバイデン政権の 国家安全保障担当顧問に同じ内容を確約したとされる。当該のやり取りに詳しい情報筋2人が CNN に明らかにしたこれまで報じられなかった習氏とバイデン氏とのやり取りは数時間にわたる米カリフォルニア州での会談で交わされた会談の狙いは歴史的水準に高まった米中の軍事的経済的緊張を緩和することだった。 情報筋の一人によれば選挙介入の件を取り上げたのはバイデン氏でやり取り自体は短いものだったという先週末にはタイ・バンコクで中国の王毅外相とサリバン米大統領補佐官が再びこの問題を話し合った王氏はサリバン氏に対し習氏がバイデン氏に確約したのと同じ内容を告げたとされる具体的には中国政府として 今年秋の米大統領選に介入することはないと約束したという情報筋が明らかにした情報筋によれば中国が米国の選挙に介入するもしくは影響を及ぼす可能性は両国の高官レベルの会談でこの数ヶ月間再三話題に上ってきた中国は大統領選への介入を控えるとしているものの同国のハッカーらは依然として 潜在在的な影響力を持つ存在だ彼らは米国の主要なインフラに足場を築いている過去数か月間米国の国家安全保障担当当局者は中国のサイバー要員が海事や輸送部門のコンピューターネットワークに潜入していると公に警告している中国政府はこれらのシステムにアクセスすることで自国が台湾に侵攻した場合に 米国がが行うああらゆるるる軍事的対応を妨害する可能性がある米国家安全保障会議 NSC はバイデン氏と習氏サリバン氏と王氏による上記2つの会談で選挙介入が議題に上ったのかどうかコメントを控えた CNN は中国外務省にコメントを求めている